こんにちは。大阪のトランクで働いている千秋です。今日は技能者さんのカールアイロンを使って簡単にできるハーフアップを作っていきたいと思います。まず最初に毛先を軽く内巻きにしておきます。またハーフアップにした後に最後に巻いていくので、ここはすごい軽くで大丈夫なので全部内巻きにワンカール半ぐらいしていきます。こんな感じです。先まで熱がいくようにカールしていきます。この取る量っていうのはアイロンに挟まるぐらいの量で、人それぞれ髪の量は違うのでやっていきます。で、逆側も同じようにワンカール入れていきます。この時にしっかりと巻き残しがないように確認しながら巻いていきます。で、大体こんな感じで巻けました。で、この状態でワックスかバームをつけていきたいと思います。もう軽くなじませるぐらいで大丈夫なのでつけていきます。こんな感じで内側から外側から全体がなじむようにつけます。次にこのサイドの8上ぐらい取って、だいたいこんな感じ、ざっくりでいいんですけど、ここを三つ編みをしていきます。で、この時にだいたい3編みぐらいしたらちょっと崩すっていうイメージでここを三つ編みしていきます。この毛先の最後までしっかりと三つ編みをしていきます。ダッカールでなんかピンとかでもいいんですけど留めておきます。で、反対側も同じように余ってる髪の毛が、まあ、大体でいいので大体同じぐらいになるように調整してここを三つ編みしていきます。両サイドこんな感じで三つ編みが完成しました。だからさっき留めておいたのを外して後ろで前から見て怒って変にならないようにまず調整します。ここを後ろで結びます。で、結んだらここもゴムのところにクルリンパスティックを刺してゴム隠しをします。で、少し外します。今こんな感じです。ここの上の部分を引き出すような感じで、この状態でここだけ出てたらちょっとバランスが悪いので、この下をここから巻いていきます。薄く取って平巻きしていきます。根元の方からしっかり巻いて外し巻きをしながら巻きます。で、この後ろもまた平巻きで巻きます。こんな感じで巻いていきます。ゴムで優しく溶かします。本当に優しく溶かして全体をなじませてあげます。反対側も巻いていきたいと思います。で、最後にワックスやパームを全体につけてなじませていきたいと思います。こんな感じで下から揉み込むようにして全体になじませてあげてください。こんな感じに仕上がりました。簡単に可愛くハーフアップができるので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。